ボンジョルノあっちゃんです。今日はね11月の22日月曜日、あっちゃんの壮麗タイム、ではいただきます。今日はね、11月の22日でしょ。今週ね末からまた忙しくなる、だからちょっとあっちゃんは、今日、明日、明後日ぐらいはちょっとゆるく過ごそうと思ってるんでね。まあ、ゆる過ごすのは部屋からするけどね。本当にどこへも出かけず。いや、お買い物行くかわからんけど。食材がね、今日まだあったかな。まだ今日、明日ぐらいの分はあると思うんだよな。で、24とかに買いに行ってもいいか。で、5、6。6はね、多分遅くなるかい。7。何やったっけな、29、30何やったっけな、もうスケジュールがねすごいパンパンに詰まってんね。あ、29、そうかそうか、29は帰りは遅くならへんけど、そんなに遅くはならへんとは思うねんけどね。29はちょっと分かんない。で30は帰って1、2、3と、そんな感じやね。こんな感じでいきましょう。ということでね、いただきます。26、8、9、30ってとこってね。なんかなんやかんやね、ちょっと忙しくてね。からちょっとねいろいろとこう考えていかなきゃと思うことがあってね。なんていうのかな、牛乳がさ、たまちょっとね、またまた忙しいけど、いろいろとね、12月の方も詰まり気味になってきてね、レンタルが増えてきてね。週に2回ぐらいレンタルを入れることにしていこうかな。12月はね年末なんでね。でちょっとね月末の方にちょっと、年末の方はねもうゆるっとやっちゃおう、過ごす。今までね12月の年末って言ったらほんまにあっちゃん夏休みクリスマスぐらいから夏休み冬休み入ってたでしょ、学生時代ね。で冬休みに、入るとそこからねお家のお手伝いが入るのよ、小学校の頃からね。で年末31日までね集金に回ったり、で、まあ、請求書作ってね、12月中に請求書を作って、で、会社ね、で半年貸しって言って前にも言ったと思うんだけど、8月のお盆と12月の大晦日に2回集金に行くね。それでそれまでの間は半年貸しって言って掛け売りでやってるね。もちろん車検とかやったら諸費用立て替えでね、1回車検打つのに7万とか昔8万とか、トラックなんかやったら10万近い諸費用をねうちで立て替えて払っといて、でそれをその節気って言って12月と8月にね集金に行くね。あんまりええ商売じゃないねんけどね、まあ、そんな商売をしとって、で、まあ、それは昔の名残やってね、あっちゃんの代になって書いたんやけども、それでもやっぱり名残で、石器払いの人がおったりでね、忙しかったね。でも、さ、あっちゃんがやりたいことで、だいぶもう、その月掛けって言って、1ヶ月で集計して翌月にもらう。もうそうじゃなく、今日現金払わせてくれっていうお客さんが出てきて、だいぶね、資金繰りは楽になったんやけど、それをね、小学校の頃からあっちゃんが手伝っててね、下手な字でね、あっちゃんの下手な字で請求書書いてね、
丸っこい下手な字でさ、まあ、みんな知ってるでしょ、あっちゃんの丸っこい字、あの字で請求書を作ってね、うちのね、で郵送で送るんじゃなくね、それも請求書を作っとくのよ。で誰々さん来たよって言ったらその請求書を見せて、その日に、あ、今年の分の金額こんだけだよって、その人たちは札束を持ってね、あのこの町内で掛け売りしてね、飲食店、病院、車や、あと、まあ、美容室、散髪屋、で、なんだっけ、魚屋、八百屋、で、出前してると、なんていうの、食堂みたいなとことか、で、子供の駄菓子屋とかね、みんな駆け売り、要は、年末になったら札束を持って、みんなが年末払いにいろんなとこ回ってる。そんな町やねんね、この町って。すごいところが、さっき一言言ってちょっとみんな気づいた、病院、病院も駆け売りやね。だから遠いところからね、こっちにとあの嫁いできたり、医療師さんに来たりとか、で仕事絡みでこっちに来た人とかね、で病院なんかでもやっぱりその新しくね、 お医者さん歯医者さんなんかでもね、もうおじいちゃん辞めて新しく若い人が来てねとか言った時に、この町来た時、学校の先生なんか特にね、この町なんかやと、この町で住み込んで、働く先生もおったね。昔、今はだいぶね、流通も良くなったり、物流通とか交通の便が良くなったりしてね、通ってる先生多いけど、昔はね、雪も多かったし、タイヤも良くなかったから、冬は大変やから、この町でね、住み込みで、宿みたいなしてる先生とかね、転勤族の人たちがおったんで、役所なんかでも材木市場があったりね、まだ栄えた町やってん、ここだから転勤族っていうのかな、の人たちがこっちに住んできた時にびっくりしたのが、半年お金いらへんで、だから変な話、1月に越してきて半年間8月ぐらいまでタダで生活できるって、でお金が貯まる、それを8月にいっぺんに払ってしまうから、8月とか12月でお金がなくなるらしいんだけどね、逆にうちらはお金が入ってくる月やでね、8月1月って。だからお盆とか、お盆もね、8月の15まで仕事してるのかな、週勤して。で、16から休みになるんだけど、だからみんながお盆休み、もう今みたいにね、10連休とか15連休とかってなかった時代、本当お盆休みって3日4日とか言って、で、うちらも、15日までやって、15日の夜中までやって、で、16から16、17、18、19とか、20とかね、4、5日休むね、お父ちゃんがね、その時に休むねんけど、みんなよりお盆休みがずれる分、観光地もお客さん少ないからね、楽しかったね。海なんかでも結構空いててね、プールなんかでも空いててね、そんな子供時代を送っててね。だから、年末とお盆っていうのはあっちゃんの中ではめちゃくちゃ忙しい、ね、子供も一緒で、小学校のね3年生4年生ぐらいからもう週勤に回っててね、で請求書書きもね、もう小学校5、6年ぐらいから請求書書きやってね、だからこの年末っていうのはクリスマスなんてはっきり言って、クリスマスだいたいクリスマスイブかその手前ぐらい、1日前ぐらいから冬休み始まるでしょ、だからこっから請求書書きをするよ、ね、でもクリスマスケーキだけは食べてね、家族でクリスマスケーキ食べたり、昼間に友達のとこ行ってクリスマスパーティーしたりとか、で帰ってきてから請求書書きが始まって、24、25、26、27、28ぐらいまで請求書書きして、29、30、31に集金行ったり持ってきてくれたりね、で集金来てって電話かかる人とか、毎年集金に行く決まった人とかで、それをやってた。で近場、あっちゃんチャリで行ける距離ぐらいまで集金に行ってたん、ね、で、お父ちゃんは車で行かんとあかんとこね、市外ちゃんは町外とか、お母ちゃんは家で、お父ちゃんもね、あっちゃんもらえん時にお母ちゃんがお客さん対応してお金をもらってくれた、そんな感じで家族でやってたん、ね、で、弟妹まだちっちゃかったから手伝ってなかった。で、おっちゃんがもうその頃、ね、弟が4つ下、妹がさらに4つ下、8つ下になるから、大きくなってる頃にはもうだいぶ落ち着いてたから、あっちゃんがほとんど手伝ってて、あんま弟か妹あんまり手伝ってなかったりして、そんな生き方してたからね、12月31日まではバタバタと忙しいもんやと思って何十年で生きてきて、その名残があったから、あっちゃんがね、もう駆け売りなしのお客さんで、月駆け売りのお客さんが増えてきて、年
ね、関陰売りの人ってほとんどおらんくなったからね、年末忙しくなくなったのかってそうじゃなくね、31日に払う人とかいてんのよ。それとかやっぱり年々みんな収益悪くなって、支払いが悪くなって、集金に行ってね、取り立てに行かなあかんねん、取り立てに行って向こうでね、あの方々話してね、交渉してね、じゃあ半分だけ来年まで置いとくみたいな話したりね、でて、ね、でも半分置いとかれるってことはかなりのうちは金利がかかってくるしね、しんどくなってくるから、そこは駆け引きして、もうそんなんやなって、あともうあと3万ぐらいちょうだいやとか、あと5万、このこれの分は建て替えやねんからあかん、ここは負けられへんとか言ってさ、そういう交渉してきて、ね、で年末31日に合わさった集まったお金を31日の夜中日変わるぐらいに銀行とか農協とかが集金に行くんで、うちに預けてください。もうそれはね、あっちゃんが成人するぐらいにはなくなった、でもまだ成人したぐらいになったかなぐらいまでは銀行の人たちもね、大晦日まで働いてたんで、今はね29か銀行止まった時点で終わりやし、なんぼかうち預けてくださいとかさ、なくなってきてね、だからそれをあっちゃんが20代半ばぐらいからは、年末うちの家にはね、千万っていうお金がドーンってあるのね、うん、だから半年掛け売りを全部まとめているから、千万ぐらいね。であっちゃんがですね、27、8ぐらいからパソコン導入して、で会計理ソフト入れて、集金とかもじゃなしにもう掛け売りで、郵送で請求書送ったら振り込んでくれるとかっていうのが30枚ぐらいから、だからそこからはね、だいぶそういうのがなくなってて、うちの家に現金がねドンってあることはない、だいたい銀行の中入ってて、でそこからね月のお支払いをしながらで、だから一番お金がないのがね、12月の頭と8月の頭でねでその後集金が入ってくるからだけど、でも昔はね、うちの家に、ね、年末とか、ね、年始とか盆明けにはドーンってお金が、そのお金がドーンってあんのに、お金を家に置いたまま、旅行行ったりとかしてたね、かなり緩かったねセキュリティもクソもないところにね、そんな感じやったんで、今思うと懐かしいし、よう言うんだ、ゆるっとしてたねって思うんで、まあ今のこの町でね、あっちゃんのこの宅の上にね、千万、億、ポンって置いといてね、行ってくるって家族全員どっか行ってね、シャッター開けっぱなしで行ってもね、多分なくなってないと思う。それぐらい未だにこの町って、セキュリティゆるゆるでもね、なんちゅう、そういう犯罪のない町やねって言うて安心しとってやられるかもわからんけどね、やられる方があらへんけど、まあテーブルに280円ぐらいしかないかもわからへん。まあね、情けない話やけど。YouTube の収益が低いからね、なんともなんとも208円どころか、お金ちょうだいって書いて、泥棒さんお金がないから置いていってねって書いた紙置いとこうかなそんな感じやけどね、まあそんな、ね、お金の話になってね、その年末そんな感じでバタバタ忙しかったから、年末って忙しいもんやねんね。でも今年はね、今年ちょっとね年末に、予定を入れてるからやねんけども、もうここ最近年末ゆるっと過ごしてるけどね、まあでもあっちゃん YouTuber やってからね、そうはそうやねんけども、昔はね赤い日しか休みがなかった、日と祝しかなかった、土曜日も仕事してたしね、だから日曜日、11月なんかやったら3日文化の日で、この月ね、7、14、21、28が日曜日、ね、23日が勤労感謝の日かな、この日だけが休みで、土曜日とか休みじゃないとか、でもあっちゃん YouTuber になってから1年365日休みなし、はっきり言って毎日動画上げてる感じやからね、休みはない感じで生きてるけど、まあそれはそれで肉、ね、でも何でもないし楽しいしね、である意味休みじゃないけど休み、今日は休むって言って、まあ休んでも朝昼晩ご飯、朝それ昼晩ご飯食べるでしょ、それを動画に撮ってアップしてるから、休みなのか仕事してるのか分からへんねんけども、でもねやっぱりカメラ回るとスイッチ入れる、それがあっちゃんもプロやと思ってるから、いつもゆるーんとしとってもカメラ回った瞬間に、ちゃうあっちゃんですってね、スイッチを入れる、今日頭痛いしんどいな、もうなんか動くんやな、ご飯食べんのもなって見ながら、カメラパンって入った瞬間に、ちゃおあっちゃんですって入るのがあっちゃんの仕事やからね、って思ったら、子供がね言うには、あっちゃんはゆるっと過ごしてて、今日も休みゆるっと過ごそうって言っても、
ご飯作る時にカメラ回して、食べる時にカメラ回してやってるのを子供はずっと見てるから、あっちゃんは一個も休んでないって、ずっと仕事してるやんって言ってくれんねん。それに気づいてくれるっていうのがやっぱありがたいし嬉しいしね、うん、うちの親仕事してへんわって言われたらしょぼもんやけど、いや仕事しすぎやでって、たまには休んで動画あげやんでもええんちゃうんって言ってくれるっていうのはやっぱり背中見てるんやなって思って嬉しいねんけどね。まあそれを見てないバカが仕事してないってやつもおるけどね、あなたたちを食わしてるわけでもないし、あなたたちに食わしてもらってるわけでもないからね、うん、ガタ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 言うやつ、じゃああなたが見てるあっちゃんの仕事は毎日してるんでしょって、毎日動画上げてあなたはそれを見て喜んでるんでしょって、だから気づこうねっていう話やねんけどね、うん、まあ別にあっちゃんは仕事してるからしてへんからって別に生きるわけじゃないもんね。自分の時間で、ね、やりたい時に仕事をして、やりたくなければ仕事をしない、しなかったしないだけ収益がない。それだけのこと。ただ、やっぱり見てくれる視聴者さんが毎日動画があるのを楽しみにしてくれてるのに休むっていうのも、あっちゃんとね、あっちゃんのファン、視聴者さんとの関係性のことやから、あっちゃんは休まずやりたい。追われてやってるんじゃなくて、ね、休まずにあっちゃんはやりたい。みんなと交流したい。みんなに喜んでもらいたいっていうのがあっちゃんのやりからね、うん。これが分かってもらえて、浸透したらいつかあっちゃんはね大きく伸びるんやろって期待しながらやって、大きく伸びたら伸びた分中村村でまたみんなに還元したいなっていうのがあっちゃんやね。だから今は本当にしんどい、はっきり言うて今一番しんどい。今までの生活の中でね、納豆の時とほぼほぼ変わらんぐらいしんどい、経済的にはね。でも今頑張るしかないねんな、常に自分を奮い立たしてね、YouTube やっていこうと思うあっちゃんでした。はい、今日もね、いろいろと喋りすぎました。まあね、そんなあっちゃんやけどね、これからもよろしくね。今日は勤労感謝の、今日、あっちゃんは22日月曜やけど、この動画は勤労感謝の日です。みんな勤労に感謝して、一生懸命勤労できること、労働できることに感謝して、何しようかな、そういう、労働ができることに感謝する日らしいんでね、自分が勤労、労働してるから、勤労としてるから、休む日じゃなくね、勤労できることに、労働できることに感謝するっていうことなんでね、はい、あっちゃんもね、YouTube でみんなに動画を見てもらえることに感謝して、今日、まだ明日やけど、あっちゃんもね、勤労感謝の日を楽しみたいと思います。みんなで楽しくいきましょう。では、またね、バイバイ。今日も一日よろしくね。